姓はブーフ、名前はカルビ、好きな焼肉の部位はタン、ブーフカルビタンです。皆さんどうも、おつカルビー。はい、今日はジョヨーン、ここにダッフィーたちを呼んできました。ということは、じゃじゃん、ディズニーに行く時のバッグの中身を紹介したいと思います。で、今日はただのディズニーに行く時じゃなくて、デート編ということで、ちょっとカバンの中を準備してみたので、そちらを紹介していきます。まあデートといっても妄想なんですけどね。私は結構ディズニーに行く時は極力荷物を少なくするタイプです。やっぱり荷物が重たいと疲れてきちゃうので、荷物は極力少なくしています。極端な話、手ぶらで行くこともあります。あとは今日はもう写真をいっぱい撮る日って決めた時は、望遠レンズとかカメラを、本格的なものを持って行ったりもして、結構お荷物になる時もたまにありますが、だいたい少なめです。ということで、今日はディズニーに持っていくバッグの中身デート編を紹介したいと思います。あ、その前にさ、ここにあるダッフィーたちを紹介しよう。まずこっち、ここの2人が2匹パリのディズニーランドで買ったダッフィーです。パリのディズニーが25周年だった時に一人で行って買ってきました。ここに25周年の25っていう数字が入ってます。1992年にできたみたいです。で、こちら、こっちが、まずこの2人が、この2人が香港ディズニーで買ったダッフィーです。香港の旧正月の時期に行ったら、お正月の清掃をしているダッフィーとシェリーメイちゃんがいたので買いました。香港ディズニーは2回行ったことがあります。2回とも同じ友達と行きました。で、こっちが、上海ディズニーで買った干支のダッフィーです。これは馬で、私馬年ではないんですけど、この馬よく見てください。ラプンツェルのマキシマスのお洋服を着ているダッフィーなんです。で、私ラプンツェルが大好きだから、もうこれ絶対欲しいと思って買ってきました。ここにラプンツェルの太陽のマークがバッチリ入ってるんです。かわいいね。それでは本題、バッグの中身を紹介していきます。まずバッグの紹介から。これはじゃじゃん、もうお気づきの人もいるのではないでしょうか。なんとここにラプンツェルがいるんです。で、この持ち手もお花がついてて、ラプンツェルデザインなんです。これはカラーズバイジェニファースカイっていうところの商品で、ラプンツェルとコラボしていたので買いました。3年前ぐらいですかね、結構前なんですけど、あんまり使ってないので結構綺麗です。で、これ中開けると、中身こんな感じなんですけどね、中開けるとこの中にもラプンツェルの柄が書いてあるんです。見えないかな。で、このぐらいの大きさで準備してみました。それでは中身一つずつ紹介していきます。まず一つ目がお財布です。カバンが小さいので、お財布も小さいものを使ってます。私はこれはいつも普段使ってるお財布です。で、二つ目がモバイルバッテリーです。ディズニーに行くとアプリで待ち時間調べたりとか、いっぱい写真を撮ったりするので、充電がなくなっちゃうと困るので必ず持って行ってます。これがちょっと重いんですよね。3つ目はハンカチです。もうハンカチはエチケットですね。次がティッシュです。これディズニーで買ったプリンセスのシューズのデザインで、すごい可愛いんですけど、これ自体はマスクケースとして売ってて、ここにマスクをね、こうやって、私いつもとりあえず一応入れてるんですけど、マスクを入れることができます。で、マスクケースでこっち側にティッシュを入れるところがあるので、ティッシュケースとしても使ってます。で、この中に入っているのが絆創膏です。まあ、ほとんど使う機会はないけど、なんかシュッて切っちゃったりとか、靴ずれした時とかあると便利かなと思って入れてます。
次がダン、ウェットティッシュです。ディズニーはポップコーンとかこう食べ歩きできるものがいっぱいあるんですけど、その前に私は食べ物を食べる前に絶対手を洗いたい人なんですけど、ディズニーだとなかなかそれができなかったりするので、ウェットティッシュを代わりに使うことが多いです。あとは手が汚れた時も使えるので必ず持って行ってます。なんかちょっと汚れちゃったって時にウェットティッシュを吸って差し出せる女子って良くないですか？必ず持ってってます。で次が、私メイクポーチをディズニーには持っていってなくて、なぜかというとメイク直ししてる時間がもったいないし、そのデートとかだと待たせちゃうんじゃないかという妄想だけど、待たせるのは良くないんじゃないかなと思って、必要最低限のこの2つしか入れていません。とこっちが3コンセプトアイズのクッションファンデーション、ポン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 ってちょっと崩れてきちゃった時に軽く塗ります。でこっちがティントリップです。これはご飯食べ終わった後とかトイレとかでススッと塗ります。唇に色がついてたらそれっぽく見えるかなっていう感じで、まあリップだけでいいんじゃないっていう考えです。次がこれは今の時期は絶対必要かなと私は思ってます。これはスプレータイプの日焼け止めです。こうやってシューってかけるだけで日よけ効果があります。なので液体とかだとこうやってやってすごい時間がかかっちゃって、また待たせることになってしまうと思うので、スプレータイプでシューって秒で終わらせて何事もなかったかのように出ていく方がデートの時はいいかなって思うので、こっちを取っていきます。で次が最後です。早くも最後、ダダン、シュシュです。これは一日ディズニーにいると髪の毛って崩れがちだと思うので、もうなんか崩れてボサボサになってきちゃったらシュってまとめてしまえばいいのではないかという安易な考えです。あとはご飯食べる時とか髪の毛がついちゃうとちょっと汚らしいので、その時だけ結ぶっていう方法もありかなと思います。なので簡単に髪の毛を結べるものを常に持ってます。こんな感じです。本当に必要最低限のものしか入れてないです。はい、ということで今日はデートの時に持っていくディズニーのカバンの中身を紹介してみました。いかがだったでしょうか。まあ私は今のところデートでディズニーに行く予定はありませんが、妄想だけでも楽しかったです。で私はすごいディズニーに行くのが好きなので、友達と行く編とかフォトジェニックメインで行く編とか、あとは手ぶらディズニーの秘訣とか、海外ディズニーに行くときいろんなパターンでこれからも紹介していけたらいいなと思います。リクエストも受付中です。あとは結構海外のパーク全制覇したことがあるので、それについても紹介していけたらいいなと思ってます。はい、この動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまたね。今までで一番好きなショーは総力こぶ、そいや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 。